ども、進む進化ではなくて深い三髄の方の深いっていう方の進化ですね、さらに、質感の向上、それから、我々のその、音のターゲットであるコンセプトの部分で、音像サウンドイメージと音場サウンドフィールドの高次元での両立というところをより深めようということで、今回開発いたしました。これは、昨年末に出た、R1 リファレンス 1TX ですね、こちらと、同じコンセプトでやはりやってます。もちろんパワーアンプエレクトロニクスの、パワーアンプと同じコンセプトですね。そういった中でやはりこの、コンパクトリファレンス1もともとはですね、バッフル面ものすごく小さいので、サウンドフィールドですね、音場のその成り立ち方というのは非常にやっぱりTAD の世界観であったりとか、音楽家のその目指すところっていうのの表現っていうのが高かったんですけれども、それをさらに高める形で、開発をいたしました。で一番やっぱり大きなところはですね、この得意とする、音場感ですね、パワーアンプの時と同じような話にはなってしまうんですけれども、その 3D で出来上がる音場感、特に、従来 TAD だとその本システム、ドライバーユニットから出てくる音っていうのは非常にやっぱりこう前のめりというか、音像定義がやっぱり前の方にあるようなイメージっていうのが結構多く言われたんですけれども、今回は確かにそのサウンドステージの出来方っていうのは、サウンドフィールドの出来方っていうのはいろいろ得意な部分ではあったんですけれども、その左右上下だけではなく前後のコンサートホールで言えばね、ホールの一番奥の方でやっぱりどこに立ち位置でどの楽器がいるか、どこで、ソロが、演奏しているかで、片ややっぱり、ソロでね、演奏しているような録音の時にもちゃんと前の方で音像定義がしっかりできるような、本当にその感情移入できる、すぐに感情移入できるような、世界観っていうのを表現するために変更をかけております。リファレンス 1TX、 そちらもウーハーというのは一気にリニューアルしたんですけれども、こちら、CR1TX のウーハーユニットですね、こちら口径が20センチなので、リファレンス1の25センチ口径とはまた別のものになりますが、こちらも、手を加えております。で一番大きなところで言えば、先ほども深掘りっていうお話差し上げたんですけれども、リニアリティをより高める、ウーハーのねリニアリティを高めるっていうことをやってます。で一番大きなところは、これは課題というよりもやっぱり求められる性能っていうところでの違いではあったんですけれども、 TAD のユニット従来やっぱりプロフェッショナルがルーツになっておるので、それこそウーハー帯域でいうと 20Hz を 90dB 以上やっぱりそのプロフェッショナルな現場では求められていた。ところがですね、これがコンシューマーの領域になってくると、なかなか 20Hz を 90dB 以上で聞かれるようなシチュエーションってもう本当に急須です。でそれは国内だけではなく、オーバーシー海外でもそれは同様で、ご自宅でね聞く上ではそんなに要は大振幅で動くところを伸ばそうというよりも、実駆動内でのリニアリティをもっとやっぱり高めてあげようということを、目指しておりました。結果的にはですね、磁気回路の部分ですね、ボイスコイルの部分っていうのに手を加えまして、その実領域で端っこの何て言うんですかね、動き端ですね、前に出っ張った出切ったところと後ろに行った行き切ったところ、そこのそのちょうど真ん中よりも
端の部分のそのリニアリティを高めるための工夫というのをいくつか入れております。で、今回の、ウーハーの構造としては、ボビンですね、ボイスコイルのボビンの部分、その両端で動かされる部分、ボイスコイルが巻いてる部分っていうのはエッジワイズ線が巻いてあって結構強固に強度が保ててあるんですけれども、その、コイルがない部分ですね、そこはどうしてもちょっと強度が保てないということで、そこにも非常に硬い樹脂、強固な樹脂を巻いてっていうか塗って、全体的なボビンの強度っていうのを上げております。なので特にやっぱり排圧が影響する、引っ込んだ時っていうのはリニアリティっていうのは崩れやすいんですけれども、そこのリニアリティを一気に改善しております。そこが大きな違いですね。なので今回ちょっと聞いていただける機会が設けられれば聞いていただきたいんですけれども、非常にやっぱりこうなんていうんですかね、これ言い方が、表現の仕方が難しいです。解像度って言っちゃうとってこう思う方もいらっしゃると思うんですけれども、僕なんかはどちらかというとノリがいいとか、リズム感がいいだとか、それはフルオーケストラでも同じなんですけれども、朗々となるというよりもやっぱりこう皆さんの演奏がやっぱり低い帯域を司る楽器だけではなく、打楽器であったりとか、やっぱり管楽器の高い音の演奏の人たちのやっぱり一体感っていうのを感じられる、そういったやっぱりウーハーにチェンジしております。世界一流の天童木工さんで、今回のエンクロージャー作っていただきました。で、実はですね、今日はこちら埼玉県の川越市にある、TAD のエレクトロニクスの開発生産拠点で、取材は受けておるんですけれども、スピーカーに関して言うと、今の天童木工さんから本当5分ぐらいのところにある、TAD スピーカー部隊、開発同じように生産っていうのをやっている拠点があります。今回はその本当に目と鼻の先にある事業所で、もう協業という形ですよね。実はもうずいぶん昔から一緒にやりたいっていうお話はあったんですけれども、このスピーカー、もともとだから天童木工さんっていうのは曲げ技術で、木の特性を生かすような、家具であったり製品をリリースする、会社であったんですけれども、こういったエンクロージャーっていうのはやっぱり経験がない。ただそれはもうそれこそもう10年がかりです。いろいろとやっぱり話をさせていただいて、今に至ってやはり彼らからもその強度を上げるため、やっぱりこういった振動するものがいかにきちっと能力を出せるかっていう提案までしていただきました。で、ですね、まず後ろ側ですね、実はこの CR1 TX ものすごくやっぱりこのコンパクトがゆえに、技術的には非常にやっぱり課題というか難易度の高いことをやっております。今回初めてやっぱりこの天童木工に持ってきたということで、ジャパンメイドを胸張って言えるようになったというところが大きなところなんですけれども、その前っていうのはですね、この後ろの、カラーのついた部分ですね、この後ろの形状っていうのは3ピースだったんです。両サイズと後ろとっていう、でそれで、強固に組んでおったんですけれども、今回はですね、なんと2ピースにしております。でやはり天童木工さんというのはものすごく高い技術を持った匠の集団でして、留め継ぎという、日本古来の釘を使わないような技術で、非常にやっぱり強度を保つことができる。ただいかんせんこのコンパクトリファレンス1、後ろにターミナルと、内側にはネットワークがくっついてはおるんですけれども、それは実はリファレンス1と同じサイズのものがくっついてるんですね。
要はこのリアの面積に対して非常に大きな端子板がくっつくということで、2ピースでがっちり抑えられる部分っていうのがおのずと小さくなる。ただそれを課題をクリアするためにその天道木工さんの留め継ぎの技術っていうのが非常に生きております。結果非常にやっぱり強固なエンクロージャーとなりました。でかつ、フロントバッフル、こちらもですね、実は彼らの方から提案がありまして、従来は2つの、マッタイラの MDF からフロントのこのカーブの形状っていうのを削ってたんですね。でもそうすると彼らから、そうすると要はユニットがついてる部分って均一な強度を保てないですよねっていうお話を受けたそうです。なんと彼ら曲げ技術が得意なので、ギュンとこう曲げたバッフルを作って後ろをまっすぐにするという、だからもう全く別の、見るとほとんど変わってはいないんですけれども、密度形状というか作り方になってます。強度がかなり上がってます。でさらに今回のその進化という部分ではリファレンス 1TX と同様なんですけれども、やはりこの CST 周りの形状ですね、いかにこの解説して二次音源となる部分の影響を避けるかということで、 CST の特に上部側なんですけれども形状が変わっています。ここがもう本当に間違い探しみたいな難しいとこではあるんですけれども、前のモデルまっすぐこれ上立ち上がってました。今多分ねこのライトを当たってるとこうなんて言うんだろう、傾斜してるのが結構わかるとは思うんですけれども、前はまっすぐ立ち上がってたので下にあるこのベロが上にも実はあったんですね。それがなくなってます。でかつこのフロントのおでこの部分ですね、ここのラウンド大きくなっております。もうちょいとんがって まっすぐでした。直角に近いまっすぐでした。それもやはり二次音源の抑止ということで、それは本当に音情表現、その先ほど言った奥行き感であったりとか上下左右の音情表現を高めるための深掘りした部分ですね。でさらに言うとですね、この向きだけじゃなくて両肩のこの傾斜というのも変わってます。よりグッと入ってもう上のバッフル面積っていうのを小さくするような形状になってるんですね。でここ入ってくる以上はやっぱりここも前の状態だとちょっとなんていうんですかね、見た感じでちょっと変わっちゃうんですね。なのでグッと下げています。結果的にやっぱり上側の解説するような音波のそのコントロールというのがかなり変わって改善されている、そういった形状になっています。天道木工で、手掛けていただいている、エンクロージャー、ユニットがついている箱の部分ですね、非常にやっぱり木工のその匠の技術を駆使して今回作っていただいております。で構造としてはですね、基本的にやっぱりブレースという骨組みの部分があって、それがカバーでできております。非常に硬い材料ですので、それで周りも作っちゃうとやっぱり硬い音になってしまうので、骨とその周りの部分というのは硬質の MDF で積層で作っております。冒頭にもちょっとお話したように2ピースで作ってはおるんですけれども、さらにバッフルも先ほどお話ししたように MDF 硬質のもので作っております。それが人間で言えば筋肉の部分ですね。で骨と筋肉でさらに薄化粧、厚化粧ではないです、TAD のこのリファレンスシリーズのスピーカーの代名詞と呼ばれるこの木の模様ですね、月板が貼られてるんですけれども、材料はですねポメラサペリといって非常にやっぱり珍しい
木だと思います。というのは希少価値が非常に高いで、原産はアフリカになりますね、の巨木から取られるものです。でこの、まあ、模様ですね、木目が非常に木が美しいので、使われているのはですね、まあ有名なのはやっぱりピアノの、特別仕様なんかだとこのポメラサペリを使って模様のものがあったりはします。で我々はこのポメラサペリ、今回また天童木工さんでは非常にやっぱり高い技術で、この月板を、組んで貼ってもらってます。で、まあ、ちょっとこれ写真っていうかビデオとかだとねなかなか分かりにくいので、実際ものを見ていただくと本当に分かるんですけれども、美しいです。本当に美しい作りで出来上がってます。でどのような形で作られているかというとですね、やはり天童木工さんはこの曲げ技術に対する作り込みというところでは本当に世界でももう一流の会社であります。この板をですね真空でビシャッと定着させます。なので面が出てればもう光が当たるとこの歪みが全くないんですね。でかつその、まあ、塗りの工程だけでも20工程以上丹念に塗っておりますので深みのある色が出ております。これはもう何とかして皆さん見て実体験してください。そういう形であればきっと伝わると思います。これやっぱ本当に、まあ、聞くのもそうなんですけれども五感で体験するのっていうのはね、ものを見ないと、現物見ないとなかなか分かりにくいです。で今回 の, R1TX と CR1TX、カラーバリエーションが2つほどございます。こちらのベリルレッドと呼ばれる、赤色のものと、あとちょっと黒っぽい色の、グリーンなんですけどもね、これともう一色ございます。エメラルドブラックという我々ネーミングで呼んでおります。でベリル、さらにエメラルド、これ結構ちょっとトリビア的な由来がございまして、弊社のこの、まあ、CST と呼ばれる同軸の 2A ですね、これの材料がベリリウム、ご存知の方もたくさんいると思うんですけれども、元素記号でいうと水平リーベの BE ですね。スピーカーのこの振動板としてはやはり内部損失が高い、要は共鳴しない、浮揚振動がない、でも硬くて軽いという、ただ製法ではねいろいろとあるんですけれども、我々は真空の釜で定着させて使っている、それはベリルという材料なんですけれども、結果的に先ほど言ったベリルレッドのベリルというのはそこから来ています。でかつエメラルドブラック、要はエメラルド鉱石ですね、その材料っていうのもベリルになります。でそこから宝石としてそのグリーンのエメラルドが、まあ、出来上がるわけですけれども、もう一つこの赤いエメラルドっていうのもあるんですね。非常にやっぱり希少価値のあるもの、まあ、宝石でなかなかちょっと赤いエメラルドあんま見ることはないんですけれども、それをモチーフとしております。なので、そういったところからもこうちょっと紐づいたカラー、まあ色が 2品種ほど展開されておるので、ぜひぜひこちらは見ていただければ非常に美しさが分かると思います。もう本当に工芸品と呼べる域のものなので、末永く使っていただけるのではないかなと思っております。